アール・コームスはアメリカ合衆国ケンタッキー州、ペブワース出身の元プロ野球選手。右投げ左打ち。ニックネームはザ・ケンタッキーコロネル。現役時代の背番号は1。1920年代ヤンキースで殺人打線を形成したリードオフマン。1924年にマイナーのルイビル球団からヤンキースに入団。1年目は24試合に、 出場し14アンダー、ダリズ、400をマークし、2年目から、ヤンキースのセンターに定着した。2年目の1925年には200アンダー以上を、打ち、ダリズ、342を記録する。当時のヤンキースは、ベーブ・ルースをはじめ、トニー・ラゼリ、ルー・ゲイ・リュック、ボブ・ミューゼルラを擁しており、足の速かったコームスは、彼らが後に控える。 強力打線の先頭打者として活躍した。1926年から3年続けてワールドシリーズに出場。1927年には打率356、231アンダで23本の三塁打のキャリア最高の打撃記録を上げ、同年のピッツバーグパイレーツとのワールドシリーズも制した。その後1932年まで、 8年連続で100得点以上を上げるなど不動のリードを不満だった。ミラー・ハギンスはコームスの安定して高い打撃、守備能力について自分のクラブにコームスが国見たら毎晩赤ん坊のようにぐっすり眠れるのにと称していた。しかし1934年にセントルイスでの試合中、コームスは打球を打て外野壁に衝突し頭蓋骨骨折の重傷を負う。 結局この年は63試合に出場しただけだった。翌1935年に復帰するも、今度は外野守備で味方野手との衝突に遭い、同年引退に追い込まれた。1970年にベテランズ委員会によりアメリカ野球伝道入り選手に選出された。1976年ケンタッキー州で77歳で死去。ありがとうございます。